シャス田中です。今回はフォートナイトアップデート情報のお時間でございます。今回のねアップデート情報はバージョン 5.3 というね、まあ大きいアップデートがもうそろそろ来るよっていう話がね、公式のツイッターの方で言ってました。そのバージョン 5.3 でもしかすると新しいアイテムが出てくるんじゃないかみたいなこともね、エピックの中の人がねまたつぶやいてるんですよ。なので新しいアイテムっていうのでね、まあ武器は結構更新されてきたじゃないですか。まあ武器がポンポンポンって出てきたので、もう一つ新しいアイテムっていうとね、まあいろいろとアイテムとかってねあると思うんですけれども、皆さんはねまあどんなアイテムがっていうか、昔なんかスモークとかねあったんだけど、それが復活するとかね、昔のアイテムが復活するって言っても、まあ消えたのはスモークぐらいしかないんだけど、そういうなんかね投擲物なのかはたまた体力系なのかっていうね感じですよね。いやーでも最近アップデートでスラープジュースがねかなり強くなったのは皆さんご存知かと思いますけれども、前はね体力とアーマーを25ずつ両方同時にね回復していくってそんな感じのアイテムだったんだけど、今はもう75体力とアーマー減ってる方を優先で、アーマー優先じゃないや体力優先でね75回復するというねかなり強いものになりましたよね。普通になんか昔だったらまあミニポーよりちょっとだけど、ミニポー3本とスラープだったらミニポだなとか思ってたけど、今はもう全然そんなことがないぐらいね、スラープジュース1個とミニポ3本だったらもうほぼ10日の感じ、むしろスラープジュース持ってた方がいいとか、そういう感じでね飲むのがやっぱ早いんで、そういう感じでね変わってきましたけれども、どうなるんですかね。まあ個人的にはそろそろ罠トラップのなんかね新しいやつが出てきてくれたら面白いかななんて思うんですけどね。バウンサーが結構ね前に出たじゃないですか。バウンサーが出てその次っていうのがまだ出てないので、まあ、バウンサーも今やねかなりこう戦闘においてかなり使えるものとなってるので、まあその戦闘のねなんかこう一つね変わるようなことがあればいいかななんて思ったりしますけどさ、まあバージョン 5.3 のアップデートは5月23の日でウィーク7のアップデートの次ぐらいっていう風なことを言ってるので、まあウィーク7がねもうすぐなので、それがねもうチャレンジのやつがもうまあもう金曜日の夜なんで、金曜日じゃないやもう3日後なんで、もう本当あれですよ、23になって次って感じなんで、もうすぐまあウィーク7のねチャレンジもアンロックされるので、まあ、その後にアップデートが来るということで、皆さんぜひともねアップデートの金曜日あたりは開けといておいてくださいね。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。皆さん楽しみに待ちましょう。それでは僕のプレイをご覧ください。どうぞ。しゃあ行くぜ。ショットガンで倒したらしいからな。なんだあれ。よし。大回収会じゃ。どうしようかこれ。あ、こっちか。あぶね。オッケー、いいね君。ナイスキットだよそれ。間に合わないね、でもね、ちょっと手にしてたら。まあまあいいでしょう。目の前にまだいるらしいし、目の前にもいるし右にもいたんだね。目の前の方先にやろう。
と帰ってなかった。なのかな。でもここ登ってきてる形跡ないよな。やってるやってる。あれか。この人。多分自分の明日じゃない。え？うっそー、みんな隠れんのうまいな。マジか。あんだけゴリゴリ来てたのにどこに行ったんだよ。マジか。嘘。嘘。あれすげえ。けど壊せるわ。あっちにいるのは分かったけど。あ、しかも意外と近かった。うそ。あのお姉ちゃん何を持ってるかだよな。残り3人か。
よし、飛んできてんなあれ。あっ、包帯星見の好きやな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、オッケー、ナイス、よっしゃー、おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー